お姉ちゃん。おかえり、セラ。どうしてここにいるの？お前が望んだんだ。ここはあなたの望みを映す世界だから。歴史を変えて帰ってきたんだ。危険な旅をさせてすまなかった。帰ろうセラ、家族が待ってる。うちに帰る。そうだよね、私ここに帰ればいいんだ。心のどこかで気がついていた。これは現実じゃない、偽りの夢。受け入れてしまったら時を巡る旅は終わる。だけどお姉ちゃんがいる、スノーがいる、みんながいる。懐かしい景色、穏やかな暮らし、私が夢見た幸せがここにある。行こうセラ、うん、お姉ちゃんと一緒にいるだけで胸に幸せが流れ込んでくる。その代わりにそれまで心に宿っていた思いが消えてしまうような気がした。とても寂しかったけれど、そんな寂しさもやがて消えていった。今は毎日が幸せ。ここにはお姉ちゃんがいて、スノーがいて、レブロもユージもガドーもマーキーもみんな仲良しで、サチさんがドッチ君を連れてくることもあるよ。そうそう、ホープ君が知らせてくれたの。クリスタルになったバニラたちを助けられるかもしれないんだって。今の私は満ち足りている。気がかりはたった一つだけ。どうしても思い出せない人がいる。仲間だったことは覚えてる。振り返るたびに懐かしくなる。なのに顔も名前も声さえも思い出せない。あなたは誰なの？私の部屋には使っていない鏡がある。怖いんだ。鏡の向こう側に別の世界があって、覗き込んだら戻れなくなる。そんな気がして、そんな話をスノーにしたら臆病だなって笑われた。でも臆病でいい。満たされた日常が、かけがえのない幸せがいつまでも続いてほしいから、私はここにいる。もうどこへも行かない。